海印株式会社は、カミソリに代表される刃物を中心とし、調理用品や、化粧道具、衛生用品を販売するメーカー。東京に本社を置く、海印株式会社は、販売会社であり、グループ関連企業として、岐阜県石種ゴ柳ヤに、海印カミソリの製造や、業務用カミソリ、医療用刃物、特殊刃物を専門的に扱う、カンインダストリーズ株式会社がある。 ポケットナイフ製造メーカーとしてスタートし、日本初の国産カエバカミソリを製造した。安全カミソリでは国内トップのシェアを持つ。中でも使い捨てカミソリにおける国内シェアは50%である。また家庭用品の販売も行っており、家庭用包丁の国内シェアはトップである。海外では欧米限定発売のダマスカス包丁、春がヒットしている。 この玉湯ハサミやビューラー等の化粧用品小物のほか、爪切り串のような衛生用品や、スプーンホークなどの食器道具等、刃物をコアとした幅広い商品展開を行っている。また、ドイツの高級家庭用品、ブランド WMF やアメリカのキッチン用品、ブランドシェフ N 等の輸入代理店も務めている。貝印の社名は、貝は昔、刃物として使われていたこと。 英語のシェルの発音が二代目社長の幼命、シゲに通じること等いくつかの由来がある。企業ロゴであるカイは創業80周年を迎えた1988年に導入された。このマークは社員の間ではエッジマークと通称されウォークマンの生みの親とされるソニーの黒木ス夫の協力によってデザインされた。カミカミソリは 成熟した技術から誕生。貝印が、部門横断メンバーで新たな開発に挑む。wwdjapan.com。2020年11月22日閲覧。AB 貝印株式会社第66期決算広告スタイルプラス2010年9月12日放送。財団法人中小企業総合研究機構。 中小企業の伝統的技法を活かしたものづくりに関する調査研究 P25P26BS。富士で、辰巳拓郎のワイン番組として2006年から開始され、その後、BS ジャパンに放送局が変更されて、辰巳拓郎の武道士ロマンという番組名になって、現在に至る。ありがとうございます。